加藤智樹でございます。ウエア加藤造園の8代目で、ウエア加藤造園は嘉永元年1848年に南禅寺の御用庭師として創業いたしました。日本庭園といいますのは、その時代時代の生活文化が反映した姿、その時代に応じた姿にしていくというのが日本庭園の特徴になりますね。セルペンティ、すなわちパーマネント、永遠のモチーフであるということ、日本庭園もその永遠でないといけない、ね、今だけというね、コンテンポラリーな存在ではいけないというのがね、我々のこれ常々思っていることなんですね。ブルガリさんにとってのその蛇というものが、あの無限のメタモルフォーシス、日本庭にとってもそういうメタモルフォーシス、すなわちその変身していく、進化していくというのも、それって日本庭園が京都でずっとこう歩んできた姿そのものがメタモルフォーシスですので、ずっとその時代時代にこう進化していっているというのが日本庭園の世界ですね。伝統技術だけがアップデートされるわけではなくて、もちろんその人間の感性っていうのもどんどん変化していって、今回の作品でいうと、その各奇跡の前だったり、これからどういう絵が描かれるのかっていうのを見た人が想像したものに対してこう自分で答え合わせをしていって、カルサンスってこう静的なもので動かないものを見て、そこに動きを感じるわびさびがあると思うんですけど、その動きがあるものにも同じことが言えると思っていて、今回その蛇っていうものが題材にあって、その蛇の動きに合わせることによって、よりロボットで動いているものでも、生きたその生命力だったり、パーソナリティっていうのがかなり吹き込まれていると思っています。それまでの背景っていうのをちゃんと理解して学んでいって、でそこから壊していいものっていうのを判断して、で残すものは絶対に壊さずに残していくっていうような、新しい表現を作るものとしてはそこの責任感が大切だと思います。庭師の心と技という要素というのはどんどん退化してしまう、不益流行の不益であるクラフトマンシップをしっかりと基盤に持った上でしっかり受け入れて、新しい一つの枯山水の作り方ですね。